それではですね、うちの研究室のトピックである一つ一つであるマッチングについてお話します。で、これマッチングもですね、非常に実際に使われている場面というのは非常に多いです。例えば、病院と研修医と病院と研修医を配属させる問題にもよく使われています。で、例えば、病院ですね、医学部を卒業した学生が、病院で研修を受けるわけですけども、そのどの病院で、研修を受けるのかっていうのを決めるっていうのが、マッチングの問題です。で、また、皆さんにとって非常に身近なものとして、身近なマッチングとして、研究室配属のマッチングがあります。どの研究室で、卒業研究をやるかという問題をやるわけなんですけども、そんな時に、卒業、研究で、どの学生をどの先生に配属するかというのに、何らかの制約を課すというのが、この、うちの、研究テーマになります。で、制約を課さないとどうなるかというと、例えば研究室配属やりますよというので、最大3人の学生を取りますよというふうにやります。じゃあ、ある教授は最低1人欲しいんだけどって言っていて、でも、言っていたんだけれども、でも、その年の授業がですね、特段難しかった。やってる研究は非常に重要なことをされている先生だったんだけども、授業が難しすぎて人気がなくて誰も来なかった。そうすると、もう研究が続けられなくて困ったなってことになるわけですね。そこで、この教授会を説得して、成績順を使って、最低一人は、各先生に割り当てるようにするというマッチングを、作りました。マッチングのメカニズムを作ってますね。で、その年は、その先生授業がですね、好評で、こちらの、3人が、研究室に行きたいなというふうに考えていました。で、この中でこの金髪のですね、アリスちゃんという子が、この先生の授業が一番良かったの、授業の成績が良かったので、彼女に来てほしいなというふうに考えていました。で、ところが、その成績順で、彼女意外とちょっと全体の成績はあまり良くなかったので、最終的に、彼女がその Y 先生のところに、配属されることがなかったわけです。で、このすると、この新しいメカニックのやり方というものは、この Y 先生の、選考、意向というものを、全く無視している形になっていると。で、じゃあ、この辺もうまくですね、制約を満たしつつ、この各先生の選考を、配慮する、メカニズムを作るということが、この研究課題になります。では、じゃあ制約を作る、制約を満たすそんなメカニズムを作るときに、どんなことに注意するかを話していきます。例えば、研修医がですね、A、B、C、3人いて、病院側が、X とは病院 X と病院 Y っていうのがあったと仮定します。こんなときに、適当なメカニズムを作ってしまうと、うまくいかないというか、問題が、潜在的に残りますよっていう話をします。例えば、唐突なんですけど、病院 X と病院 Y に対して、X に A と B、Y に C を割り当てたとします。で、こんなマッチングを作った場合に、もし C が病院 X に行きたい、Y よりも X の方がいいと思っている。で、かつ、X が A や B より C の人を研修医として取りたいと、こう思っていると仮定します。こういったことが、起きると、C 病院 X と、C さんというものが、このマッチングのメカニズムで決められた配属に従うのではなく、そのもうメカニズムの外でお互いに交渉して合意して、勝手にこうマッチングをですね、作ってしまうというようなことが起きちゃうわけですね。で、こんなことをすると、そもそも、その、研修医のマッチング、研修医配属のシステムに、病院と研修医が参加しなくなってしまうので、こういったことが、ないようなメカニズムをうまく作るというのがポイントになります。以上です。